どんどこラジオ、イエーイ。どんどこラジオ第6回やっていきたいと思います。もう4月ですね。新年度が始まり、新しい環境の人もいるのではないでしょうか。今日のどんどこラジオでは、今後のどんどこチャンネルについて話していきたいと思います。どんどこチャンネル、これまでどんどこチャンネルではどのようなことを行ってきたか、まずはまとめてみましょうか。どうぞ。どんどこラジオもやってるけど、うん、あとなんだっけ、何ゴリラがたくさん出たりとか、うん、あとは演奏会、うん、みんなで打つ会やったりとか、練習風景とか、そうだね、撮ったり、メイキングとかその辺も合わせて、いろんな動画、太鼓にまつわる動画、うん、とかをいろいろ出しています。うんうん、そしたら今後どんなことやっていきたいですか？うん、3年生になったので中3になったので、やっぱりできることは、うん、やってかやりたいこと、うん、なんだろうね、まず勉強、あ、そう、受験もあるんで、その辺はあんまり考えてなかったんですけど勉強考えてなくて、まあ、うん、勉強だけしか考えない。もう出れる機会が少なくなっちゃうので、やっぱり気晴らしにゲームとか、あ、そういうの、やっぱり太鼓に関係ないことでも挑戦していきたいなって思ってます。うん、確かに今までは全部基本的に太鼓関連の動画ばっかだった。ラジオでもさ、うん、太鼓の話しかあんましないじゃん結局太鼓になっちゃうよもうちょっとね、もうちょっと酸っぱい顔してるお遊び系行きたいかなみたいな、うん、十分お遊びなんだけどね話してる内容結構、うん、ちょっと遊んでるけど遊んでるけど、けど本当に音楽っていうジャンルから離れたことでも、うんうん、いろいろ挑戦してみたくなる。そうだね、うん、なんかやっぱりなんかね、改めて人気が上がったりとかしたら、うん、自己紹介とかなんかいろいろ探っていきたいなって思う、うん、確かに。やっぱりあんまり知らないところもあるから、うん、その辺もラジオとかで話して探っていけたらなって思います。自分たちについてね、そうそうそう、相手についてどれだけ自分たち知ってんだろうみたいなことをマジで分かってないとこいっぱいあるから、そうね、昔から一緒なわけじゃないから、うん、やっぱり過去の話とかもどんどんバシバシしていけたらなっていいね、うん、楽しいなって。ではですね、それを踏まえて今までやってきたもの以外に具体的にどんな企画をしたら新しい挑戦が叶えられると思いますか？また、まあ、やってみたいことですね。うん、やってみたいことか。みんなでゲームやる？うん、やりたいそれはそう、ゲームやって撮って、うん、わーわーやってるところを、ね、そう、なんか素を見せるところも作りたいなって思うし、やっぱりねゴリラの人とかもね、うん、視界だけだとわからない部分もあるので、うん、発狂してもらったなとそうだ、ゴリラも基本的に出てもらって、うん、会話で ね、 そうね、しっかり話してもらいながらっていうのを含めて、そうそうそう、ね、なんかさ、今2人だけじゃん、うん、ラジオ撮ってるのって、ね、他にもね、じゃなくて他にもメンバーいるから、他のメンバーと一緒に撮れたらなったりとか、他のメンバーだけとか、うん、そういうなんかペアごとペアを変えていろんな話できたら、そうね、面白いかなみたいな、うん、まあけどさ、その時、うん、コロナ明けてからじゃなきゃ、まあ、マジでそういうことできないけど、ね、もしコロナ明けたらゲーム企画だったり、うん、あと夏休みとか冬休みとかには、うん、キャンプとかそういうこと、やってるところを YouTube に上げて、みんなでレクリエーションとかそういう感じで楽しんでるところを上げれたらいいのかなって思う。キャ
キャンプはしたい。普通になんかスイカ割りとかめちゃめちゃ楽しいじゃん。まあ一回だけやったことあるけど、みんなでその時は YouTube やってなくて、やっぱ見せられないところもあるなって、まあ素を全部見せるわけではないけど、でもやっぱり楽しんでるところを見て楽しんでもらえたらなって、うん、真面目だけじゃないっていう、ラジオっていうかチャンネル、ゆるい時はゆるくやって、バシッて決めるときはバシッて、演奏会とかね、そういうところはバシッて決めるっていう企画を、メリハリのある企画ができたら一番それがいいなって、最終的に。はい。ということですね。はい、太鼓を叩きたいという言葉が出てこず、ちょっと残念な私ですが。でもだって太鼓であったもん。全部太鼓じゃ面白くないじゃん。行っちゃったよ。行っちゃったよ。まあ太鼓でもね、何か面白いことができるように頑張っていきましょう。はい、それでは今回のラジオはこの辺で締めたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。終わっちゃったよ。バイバイで、バイバイで終わっちゃったけど。いいの？危ない危ない、これが。この番組はどんどこチャンネルにてちょっと休憩の動画です。和太鼓、ゴリラ、ゴリラ、ゴリラと目がゴリラになってしまった方に、メンバーの気軽なトークをお楽しみください。バイバーイ。バイバーイ。